上田修康は、安土桃山時代の武将、大名。江戸時代前期の浅野家の家老。通称は、佐太郎、門戸生、関ヶ原の後に提発して、僧家と名乗ったので、上田隆家、上田僧子の名でも知られる。佐藤を千里久継いで、古田織部に学び、上田隆家流の流祖となって、茶人、造園家としても、業績を残した。 また数々の戦で一番槍の功を立てた歴戦の武将でもあった。A66 年、上田重本の子として生まれた、尾張国愛知軍星崎村の出身。同家はもともとは、小笠原姓を名乗り、重康の代で、上田と改めたという。祖父、重氏の代から三代にわたって、庭長秀の家臣で、元服後は庭師の家臣として、各地を転戦。 天正十年六月、本能寺の変が起こると、長秀と神戸信隆は、明智光秀への関与を疑われた、津田信須の駐屯していた、大阪城千眼屋倉を攻撃し、重康が津田信須の首を上げた。天正十三年に、長秀が死去すると、その子、には長重は、豊臣秀吉によって憲法され、家臣団の多くが解雇され、一部は、 豊臣氏の直参として召し上げられた。この際に、重康もまた秀吉の直進となって、越前国内で一万国を与えられて独立した大名となった。天正十四年、京都方工事の大仏殿の工事を分担。同十五年の九州の役に従軍。同十八年の小田原の役では、秀吉の本人、脇備えで300騎を率いた。文禄元年の文禄の役では、 ヒ前名古屋城に駐屯。秀吉の本陣前、備え州のうちで200名を率いたが、都会していない。文禄3年7月29日、十五位した、モン星に助任され、豊臣星を賜る。慶長3年、秀吉の死により、異物、直家の刀を受領した。慶長5年、関ヶ原の戦いでは西軍に組みし、大阪交通口を警備して後、 北国口の防備へ移動し、東軍の前田利長の抑えとして、九州、庭長重の小森家が小松城に駐屯した。敗戦後、領地を没収されて、摂津国に竜宮し、停発した。上田重家康が菓子の戦いで着用したと伝わる、甲冑の図。八塚家政に強く壊れその確証となり、しばし、阿波国徳島に住んだ。この間に、の依頼で、 徳島城兵庫店庭園を策定している。茂康の妻は、秀吉の妻、高台院の重帝である、杉原長房の娘で、浅野長政と浅野長明はそれぞれ、長房の娘を養女にしていたため、奇襲藩主、浅野義長と茂康は、十縁の関係にある隕石であった。その縁により浅野家に壊れて、家臣となり、一万国を与えられた。家臣になる際、 徳川家康の許しも得た上で、減続した。和歌山で、浅野家に仕えている間、和歌山城西の丸庭園、小川寺庭園を策定している。慶長19年の大阪の陣では、浅野長明に従って従軍。翌20年の夏の陣、カシーの戦いでは、敵方の大将の一人である、花は直行の子宮を挙げるなど先行を立て、将軍。 徳川秀忠及び大御瀬家康から激賞された。現名五年、浅野氏が和歌山藩から秋広島藩に違法されると茂康は、再起軍、小形村に1万2000国を与えられた。領地の経営のため、江戸にも滞在したが国元にも下った。以後は、茶道と造園を趣味として、生活を送り、浅野家の別邸主経営を策定したほか、江戸幕府に壊れて、名古屋城。 二の丸庭園の策定も担当した。また、寛永元年2月に、浅野家家臣の亀田高綱が上田と衝突して、浅野家から退去している。茂康の数々の武功は世間にも広く知られており、江戸幕府より、直参出資を促されたが、茂康はそれを誇示して、浅野家に泊まった。代わりに、嫡男の茂秀を、寛永9年に、徳川家に出資させた。 茂秀では、大宮安軍に治行を与えられ、服部村に、服部陣屋を構えた。子孫は代々相続し、大臣旗本として、江戸幕府に仕えた。次男の茂政が、広島藩浅野家の家老職を相続し、上田家は藩主として続いた。三男の家家は、日後藩細川氏に仕えた。母所慶案3年5月30日、茂康はは88歳で没した。 広島県二日市市、沖潮屋に墓所があり、松の木が一本植えられている。遺体は、埼起郡大野村の串山で、ダビに伏せられた後、遺骨を砕いて、大野瀬戸に流し、遺髪を浜辺の松林に埋めて、塚とした。そこに松を一本植えたものが墓所であり、破壊しはない。初代の松は、古死したが、2004年に二代目が植えられた。ありがとうございます。